どうも、北沢です。今回は皐月賞の穴馬と人気馬診断ということで予想していきます。非常に今週も雨の影響があって難しいですね。皆さん、どう考えてますか？僕もちょっと雨の影響残る場合と残らない場合ということで考えてるんですけど、果たして結論はどっちに張ったんでしょうか？ということでやっていきます。競馬ナビゲーター。では、その前にいつも通り馬券のポイント4点お伝えします。まず枠順としては2枠から6枠優勢ですね。1枠はちょっと不利になってます。やっぱり、この揉まれ、多頭数で揉まれるというのもありますし、まあ連続開催の最終週のところ、という部分で若干1枠は不利っていうのはあるんですけど、まあとはいえ、コントレイル、力の差でどうかなというところです。そして展開面、やっぱり先行中段有利ですね。まあ2014年の秋に、ロバン回収を行って、そこからより、まあ、スピード競馬というか4コーナーで7、8番手以内にいないと厳しくなっているというのが近年の傾向です。そして前走、ここに関してはレース問わず連帯しているということが非常に重要です。まあ、どのレースが良かったかとか、ここに関しては議論になるんですけど、とにかく過去10年の連帯は20頭中18頭は前走で1着か2着、まあ、この事実をしっかりと見ていきたいと思います。では最後に血統。まあ、ディープインパクト、ステイゴールド、キング、カメハメハ3区ですね。まあ、ここもし雨が残ってくれば、まあ、よりステイゴールド、そして欧州型、パワー型というところに注目していきます。では展開予想。非常に、展開も難しいですが、ただ花候補としてはキメラベリテがいくかなと思ってます。で、外にビターエンダーが1頭。やっぱり、もしかしたら逃げるっていう馬がいるんですけど、前走の前半3波論、比べてもらうと、実はキメラベリテが35秒1で行っていて、ビターエンダーが、まあ、ややもだったこともあるにしろ37秒6、2秒5キメラベリテの方が最初の600m 速いですので、普通に考えたらキメラベリテの方がいいかなと思います。そして後位、コルテージやサリオス、ウィンカーネリアンとか、そのあたり、ラインベックだといくと思います。で、サリオスがやっぱり1600からの、スピード競馬からの2000メートルの転戦というところで自然にいい位置が取れるかなと思います。まあ、下手もすればもう2、3番手とか、というところで、行くかなと考えてます。そしてその次のあたりにコントレイルが行くかなと思います。まあ、1枠1番で、ちょっとね、まあ、揉まれたくないと考えてると思います。というところで、まあ、スタートしてからのポジショニングとか、まあ、ちょっと若干外に出すのかなとか、まあ、そんな予想もしてるんですけど、興味深いですね。そしてその次に、中段後方。まあ、この辺りに里のフラッグがつけるか、もう1列前かというところですね。まあ、枠的にはちょっと内に入ったので、その辺りでさばきというところも、ここも注目になってきます。で、最後方グループとして、ですね。まあ、ブラックホールだったり、クリスタルブラック、ブラック2と、そしてマイラプソディが、まあ、後ろからなるかな、最初の3波乱の過去のタイムから見ていくと、後ろ寄りかなと思います。まあ、ただ、ちょっと、コーナー4回の競馬も結果出しているので、もしかしたら、名手だけだが、まくり気味に仕掛ける可能性もあるかなと思ってます。では、パート1、人気馬診断からです。まず、想定1番人気、コントレイル。まあ、ラップや着差以上に、やっぱり余裕を感じました。前走の内容について。まあ、2着馬も追って詰め寄っては来ているんですけど、この後 100m、200m 走ってもこの差縮まんないんだろうなっていうような印象でした。そして、異なる舞台で、それぞれ過去3戦最速の上がり、そして後位からの競馬をしてきたセンス、ここら辺の、項目もろもろ含めて、能力非常に高いと思ってます。一方で不安点。やはり4ヶ月の休み明けですね。これは常識的には非常に厳しい条件です。まあ、去年サートルナリアが勝ったは勝ったんですけど、あの馬は本当に規格外の強さでしたからね。で、じゃあサートルナリアとコントレイル同列に扱っていいのかと考えた時に、僕はちょっと正直言ってサートルの方が強いかなっていうのは思ってるので、じゃあどこまでかという話。そして、やっぱり陣営としてもダービーを見据えてきているかなと思ってます。となると、どこまで、
勝負になるか、そしてなおかつ1枠1番という枠を引いてしまったので、そのあたりのとこだけですね。もちろんただ能力は僕は評価してます。あとは道割競馬になった時、対応できるかと書きました。ここに関しては未知数ではあるんですけど、兄と姉がダートで勝っているので、そこに関してはパワーとかタフな、馬場への適性、多少他の人気2頭よりあるかなとは思っています。まあ、続いて装丁2番人気サリオス。まず評価点としては、まあ、差し寄りの流れを非常に早かったですので、朝日杯。そこを唯一前から押し切った、内容は本当に強かったです。まあ、見てもらえば分かる通り、他の上位馬が後方からの位置取り、その中で、後位から押し切った内容、これは強いです。そして、やはり戦力の G1 で勝ってるというところ、まあ、近年の皐月賞よりスピード能力要求されてます。その点からも、この過去の成績というのは非常に魅力的な部分であります。一方で不安点、やはり 2000m は初めてというところですね。あとはコントレール同様に休み明けで皐月賞というところ。まあ、それよりも血統的な部分で、サラキア、サロニカ、お姉さん。やっぱり1600から1800ですね、連帯している距離が。そのあたりで一波乱ベストよりは長いかなと思ってます。あとは道悪も、やっぱりサラキアもサロニカも、オモだと連帯してないですね。そのあたりでちょっと、この馬の方が血統的には、オモが残った場合、より不安が残るなと思ってます。では続いて想定3番人気サトノフラッグ、やっぱり揶揄賞ですね。道悪の中、外をまくり気味に進出して完勝した前走は強かったですね。本当にお見事というか力の違いという感じでした。そして中山芝 2000m が2回走って2勝、オモワンを経験済みというのは非常に心強いです。一方で、マイナスポイント不安点も言っておくと、G1 挑戦が初という点ですね。他の人気馬2頭と比べて、この馬は G1 が初。1戦級との力差がどうかというところ。そして、雨が降らず高速決着になった時に、若干一抹の不安はあるかなと思ってます。まあ、ただ、ややもぐらいでやるんじゃないかという想定で今、天気予想しているので、まあ、そこまで気にしなくていいかなとは思います。では、パート2、アナマス3頭。では、相手候補1投目。クリスタルブラック。まず評価点としては、2連勝が共に桁外れの差し切り勝ちでした。本当にスローペースで、前行った馬が有利な流れの中、後方からの差し切り。さらに、4コーナー、大外、早めにまくって、とんでもない距離予想をしているんですけど、そこで勝ってる点がすごいですね。そして、早めにまくっていける機動力というのを書きました。まあ、やっぱり中山ですし、まあ、現在の近年の皐月賞傾向から4コーナーある程度の位置取りいないと届かないです。その点からも、ここ2走まくっていってる機動力っていうのは魅力だと思います。また京成杯を勝って直行は過去にも好走データがありますね。ジェネラルウーノ、そしてエイシンフラッシュ、この辺りから馬券圏内であれば十分あると思います。まあ、なんといっても前後半のラップ差、サンハロンが4.1秒の後継ラップだった新馬戦、もう 1000m 通過65秒っていうね、とんでもないスローでした。それを、許容ありながら差し切ったっていうのは本当にでかかったです。そして4コーナーでの大外という観点では、京成杯前走の方がもっとインパクトありましたね。あれを差し切ったのは本当に能力高いと思います。もちろんこの手の馬は一か八かなので、もう上位に来るか、もう着外惨敗かってはまらなければ負けっていうタイプだと思います。それでも馬券という意味でやっぱ押さえておかないといけないのかなと思っています。まあ、続いて相手候補2投目、コルテージア。やはりここ2走の重賞の構想からそれなりに能力はありますし、今回のメンバーであれば評価しないといけないと思ってます。そして1600の重賞距離で勝ちきれなかったところ、そこから1800で勝った点で、過去にも下級条件の時に1600から1800で勝っておりますので、この馬としてやっぱり1800の方がいいと思います。というか、1800がいいというより1600が本来は短いという観点から、今回も 200m 距離延長するんですけど、むしろプラスか全くマイナスはないと思います。そして切れ味タイプではなく持久力タイプであること、まあ、ここが、後位からスピードを生かす皐月賞に向いてると思います。
意外にペースが速くならなそうだなと今回踏んでます。その中で内枠からロスなく追走して好位につけられるタイプ、まあ、こういった馬が展開的には一番注意しなくてはいけないと思ってます。そして相手候補3投目、まあ、今日キメラベリテですね。大穴ぶっこ抜きましたが、初芝の前走はラップ的にも付録とは言えない走りでした。まあ、めちゃくちゃスローで前の子だったとかそういうラップではなく、前半3波も35秒1から1000メートルも59秒9という、まあ、平均ラップでした。その中で、まあ、あの走り、アメリカンシードにはしっかりと先着というところで、アドマイヤビルゴはね、強かったですけど、そのあたりで、まあ、これは本当に展開に恵まれたとかという感じではないと思ってます。そしてここは花市長方が不在、どうしても花、取りたい、逃げたいという馬がいないので、まあ、ビタエンダーも多分控えると思いますしね、2、3番手いけるタイプなので、展開的には逃げられると思います。また、ダート構想している過去から、道割れが仮に残ってもパワータイプで問題はないと思います。まあ、やっぱりさっきの展開のとこでも話したんですけど、前走の前半サハラの入りが主要ステップの中で一番早いんですよね、35秒1で。でもちろん朝日杯は戦力の G1 なんで33秒8で一番早いんですけど、その他1008、2000の前哨戦の中でこの若葉ステークスが一番早かったです。で、おそらく出持ちの印象とか、なかなか押して押していったところから皆さん逃げらんないんじゃないかとか、ダッシュ力悪いと思ってると思います。ただ、ラップ面から考えたら、この馬が絶対最初の3波の速いんです。というところから、すんなりと逃げられれば、まあ、前走通りの行き足がつけば、まあ、なんとか逃げられるんじゃないかなと、僕は思っています。というところで、まとめ。まあ、本当に悩みました。悩んで悩んで ちょっと遅くなっちゃったんですけど、まあ、コントレイルにします。1枠1番確かに不安だし、休み明けも不安です。とはいえ、まあそうですね、中山2000の G1 を勝ってるという点からも、そして一連のレースぶりからも、3着以内という意味では好馬かなと思ってます。そして相手候補という感じで今話してきた穴馬3頭、個人的に今回馬連単勝は自信がないので自粛しようかな、買わないしようかなと思ってます。そういう意味で今回こそ賄賂とか3連複かなと思ってるので、3連複って書いたんですけど、今思ったらワイドにした方がいいかなと思ってます。というところで、まあ大穴、ちょっとね、馬券的妙味っていう感じでは3連複1等軸流しで10点15点とかね、まあ相手6等は15点か。というところで、遊びで本当100円でね、買ってみようかなと思ってます。というところで今回は皐月賞の予想してきました。本当に難解だと思います。まあ、3強のうち2頭が4ヶ月の休み明けというところ。なかなかまあ難しいレースですね。で、本当に去年こそ勝ちましたけど、サートルが。やっぱり常識的に難しいです。本当に年末から休み明け、4ヶ月明けてこの皐月賞というね、G1 の中でもこの大きなビッグレースですので、そこで来るというのは本当にね、やっぱり馬の能力が抜けてないと厳しいです。という意味で今回は勝負という意味ではしない方がいいレースだと思ってます。まあ、ただ、やっぱり皐月賞ですので買いたいから、ちょっと遊んでみたいと思ってます。では最後にお知らせですが、今日金曜日夜21時から9時から、生放送します。皐月賞の展望だったり、毎度おなじみ相方トミーとのプロレスの話をしつつ、ちょっとね、最近の競馬事情、そしてこれから何やっていこうか、楽しんでいこうかというところで、オンライン飲み会的なね、楽しい雰囲気したいと思いますので、ぜひ皆さん、お酒片手に参加していただけたらなと思ってます。もし見れない方も、アーカイブ版というところで、後で録画バージョンが出ると思いますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。では、今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッド評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた。